どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。今回やっていくゲーム、連式艦上戦闘機、2やっていきましょう。ちょっと待ってくださいね。これ設定変えて、コントローラーのね、コントローラーをこれか、アナログデジタルモードに変えてスタート。ニューゲーム、難易度はノーマルでやっていきたいと思います。まあ、とりあえずストーリー楽しんでいきましょう。多分ストーリーがあると思うんだよね。史実に基づいた。まあそんなところでやっていきたいと思います。さあ、まず最初、一体どんな、あ、我ら若き海鷲、大空に憧れ、大地を愛し、いいじゃんこういう感じ、大海原を渡る。これは何かの、なんか詩の一部かな？なんだでしょう。さあ行きましょう。ミッションバーサスモードオプションとかいろいろあるけど、とりあえずね、ミッションをやっていこうかなと。これ、艦上戦闘機編。まずは一つこれ、1938年10月5日、日本軍、ソ連義勇軍と空戦、やっていきましょう。ソ連義勇軍との対戦だね。義勇軍か。Z 作戦かな？幾多の戦友はこの地に順次、順次でいいのかな、この地の攻撃に順次、幾多の戦友はこの地の攻撃、この地より攻撃に入れて帰らざりき。20世紀初頭、日本軍は大陸への関与をますます深めていた。交代する敵軍は大軍を結集し、日本軍を迎えつ陣を構えた。そして1938年8月、日本軍は進撃を再開。帝国海軍は陸上基地へと配備した航空戦力をもって、この作戦を空から支援した。うん。若き海鷲。さあ、最初一体どういう、お、これが今回乗る機体かな？まあ、とりあえずやっていきましょう。ブリーフィング。これは変わらないのか、多分。ちょっと見てみましょう。お、作戦の説明をする。はい。おい。陸軍の進撃を支援するため、敵陣上空の制空権を確保する。ほうほうほう。敵航空部隊はソ連製の新型戦闘機 I-16、ポリカルフォフかな。旋回性能では我々の方が有利だが、速度性能は侮れない。なるほど。噂ではパイロットもソ連人であり、十分な訓練を受けているらしい。へえ。そうか。最新の注意を持って当たれ。無駄死にはするな。以上。了解。さあ行きましょう。ということで、とりあえずはね、早速ミッションやっていきましょう。これ、セレクト、エアクラフト。機体はこちら、三菱96式艦上戦闘機。やっていきましょう。ノーボムズで行こうかな。ゴー！特に機体は、いじらないか、まあ、あんまり、むやみに爆弾背負ってって言ってのは危ない気がするんで、とりあえずなしで行きたいと思います。さあ、始まった。いいね。見張りを怠るな。あ、了解。これが今乗ってる俺の機体だね。はい。さあ、前方に、いるね、敵。とりあえず、機銃で、撃ち落とせるだけ撃ち落とすか。当たったくれたらラッキーだけど、落ちろ。あ、意外と落ちねえ。あー、くそ、意外と硬えぞ。まあまあ、でもなかなか衝撃からいいダメージが入ったから、これは追いかければ。おっと、いるぞ。背後取った。機銃、よし、一発、えい、撃破。そして2機目はどこだと。旋回性能ではいや、こっちだな。先に距離300あり当たるでしょ。よし、来た。いいね。ああ、早い。しかし、旋回性能では我々の方が上だから、後ろは取れる。くれ。よし、あとちょっと。偏差射撃が難しい。ちょっと視聴者の皆さん、もしよったらごめんなさい。こういう視点の変更、移動、動きで。援軍来た、援軍。おいおいおい、多いな、数がちょっと、これは。とりあえず落とすか、なんとか。落ちねえ。直上攻撃は結構効くんじゃない？命中、あ、いか、あとちょっと、よーし！撃墜成功。とりあえず常日頃撃ちまくってたら、誰かしらに当たりそう。なんてね。それ味方にも当たる可能性があるからね、それは気をつけないといけないですけど。咲いた。よっ。後ろについて撃つと。これがドッグファイトの基本。
当たれよーしいった。一応 HP ゲージがあるのは楽、助かるよね。さて後ろにつきたい。オッケー、いいとこ。おら、おい、撃破成功。結構あっさりいけた。そしてたまらず連チャンでいけたらいいな。どうだ、うん、きつい、惜しい。よーし、いった。さらにさらにだ、まだいるよ数は。この上のサクセスゲージがマックスになりゃクリアだと思うんですよね。それまでちょっと頑張りましょう。よっ、当たんね、意外と当たんね。よし、命中。よっ、ちょっとズームでなんとか。今当たった、当たったっぽいな。よら、あ、いや、うまい、ちょっとやばい。これ、はい。一旦スピード下げて。ごめんなさい、ちょっと今、喉が。うん。やばい。味方3機しかいないのか、全滅したら負けか。よーし、いった。撃破成功。距離700。結構あるな。さあ、あ、でも一気に近づいて300。うーわー。早い。いい旋回性能してるから。あ、あいつチャンスか。あそこら辺にいる。とりあえず打ちまくり当たるでしょ。やばいやばいやばい。コードが危ない。うー、危ねえ。墜落だけは避けないと。わけわかんねえ。変態飛行してる奴らにとりあえずぶち込みはなんとかなりそうな気がするんだけど。弾、下手な鉄砲数打ち当たるで。これ来た、超チャンス。今当たれ当たれ、ちょっとしか当たってない気がする。とりあえずやつを落とす。意外と当たらない。よーし、いった。オーケー、これでいいんじゃない。撃破成功、やったぜ、ミッションコンプリート。ふぅ、怖かった。なんとかクリアですね、これで。うん。よーし。帰還しますか。イエス。ちょっとリプレイ見てみようか。リプレイって最初大したもんないけど。いいね。これってよく、さっきってか、オープニングで流れるような映像なんですけども。いいね。そしてこの、いや、いいね、これ。機銃の感じ。あ、敵視点もあるんだ。あ、素晴らしいね、これ。あ、俺、こういうの好き。こういうの好き。機銃打ちながら、こう、なんか独自の動きするっていう。戦闘機特有のなんかその、木の葉落とし的なね。木の葉落としでいいのかな？ツバメ返しみたいな。そういうちょっと、挙動っていいよね。かっこいい！いいじゃん。これ、いずれあれだな。ゼロ戦とか乗りてえな。よし、それじゃあ、はい。中止します。はい。いいじゃん。俺的にはこ、なんか今個人的にはいい絵面が取れたと思うわ。空戦ゲームの良さって結局ここだと思うんだよね。このリプレイで自分がいかにいい挙動ができたかっていうところ。若き海足クリアということで、お、獲得。やったぜ。ミッション、あ、ポリカルポフも。やったぜ。うん、どんどんちょっとゲットしていきましょうよ、このまま。はい、ということで、完成です。完成ってか、このままね、次へ進めていきたいと思います。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。では明日の動画でお会いしましょう。ルカでした。メイでした。またね。またな。逆もありだね。声高めだね